幻の漫才コンビ、特に漫画、まあまあ漫画はね、でもアットホームでいいんですよ。そう、まああの漫画で今流行ってる言うたら、強ししっかりしなさいと。そんなあんただけしか見てやんねん。習ったようならぬ。そうや、ちょっと子供向けやったらアンパンマン、アンパンマンが嫌いやねん。なんで変わるアンパンマン。なんかお腹空いた子とかおったら自分の顔つけてやるよん。そうそう、ほんで自分戦う時パワー弱まって、まあまあアンパンマン。ほんでジャンボおじさん車でカッカラカラってまた目が加減なしや。正義の味方やったね。また歌も変やんか。何がバタバタ走るよ、バタこせ。まあまあな、ただ単に落ち着きないだけやん。アズナラハブよ、アズナラハブ。ちょっと前流行ってました。好きなシーンがあって、影井くんがお金に困ってな、退学なりかけん時あって、はいはい、あん時はなるみが松岡くんに頼んでお金を振り込むねん。ほんだら影井くん切るやんねん。勝手なことすなすなすなってなもんやから。ほんだら落ち込むわけや、なるみはな。それを聖火が慰める。おうおう、その聖火の役をやりたいの。やった映画のやらせてくれんの。あっちは立てたんや。私がなるみやな。そうなるみのフライングですか。そんなんなさるのどないでんの。ないないない、いやいや、トレンディードラマや言ってんの。トレンディードラマ、フライングだなや。なるみの、なるみのフライングだな、そんだけ言うやつ、あんたやってみるよ。いや、私はすごいよ。すごいね。あ、漫才界の女優言われてるから。誰が言うてるんや。いやいや、みんな待って、聞いたことないよ。マジで。なるみの太りすぎだな。マジでな。いや、そんなことない。そんな必要プランでもいいやん。ラブロマンス、恋愛もん、恋愛もん、外国の恋愛もん。でもな、恋愛もんってちょっと甘酸っぱい経験してんね。え、映画館やと静かやんか。まあ静かやね。真っ暗、真っ暗や。男女2人カップルやん。見る映画、恋愛もん、何が起こるか分かるやろ。え、な、なで、映画館の中で何が起こるか分かるやろ。な、え、なんや。ぐーっと腹なった、恥ずかしいんじゃ。朝飯食れたらよかったわ。いやいやいや、無理したね。やっと栄光さんのぼってしたるんやけよ、みんな。それもロマンチックやけど、うん、な、私が行ったとかちゃうねん。男と女二人っきりやん。おうおう、夜でやね、明かりがポツポツと見えて静かなところやん。夜で明かりがポツポツと見えて静かなとこ、ぼちやん。そこ行くねんな。気持ち悪いな、その明かりポツポツじゃない。拾うためやないかい。どこ見てんねんな。ほんで終わらせたわ。終わらせた。反対反対、終わらされてんねや。でも次の彼氏はよかったね。ほんまかいな。もう遊園地、遊園地。そうそうそう、どんな遊園地。ミニコースター乗ろう。ミニコースター乗ったらな、ミニだけにお尻入らんかったん。まあまあそれはどっこしょ、うんとどっこしょで頑張ってもどっこしょ、もっと行ったら思ってる。ああ、終わるのかい。終わってね、終わってね。もっとちゃんとほら、なんかカップのあったかいムードのね、なんかあるじゃない。告白されたとか。告白されたっていうかな、ずっと高校時代に男の子が私のこと見つめてんねん。パッと振り返ってその子じっと見てんねん。まるで私を観察してるように。ああ、それあんたの太っちょ日記つけてたんやな。笑い取りやすいよ。でもあれあれ、太ってたら病気になりやすい。糖尿病とかね。糖尿病とか。そうそう、なりやすい。でもな、そんな男の子毎日見られたら気になるやんか。まあまあ、絶対か、私から告白して。お前はほんなその男の子に好きです言うてんやん。うん、ほんな、なんていう彼氏。あと2キロで糖尿です。いやいや、そんなん言われたら腹立つやん。あと言い返したらな。ちょっと、ああ、病院紹介して。